日本代表の稲葉篤紀監督が10日、埼玉市内で行われた野球教室に参加し、米大リーグ、エンゼルスへの入団が決まった大谷翔平選手に、日本を代表していく、世界一の選手になってほしい、とエールを送った。現役時代には日本ハムで同僚だった。エンゼルスの入団会見の映像もチェックし、赤のユニフォーム姿にはあまり似合っていなかった、と冗談交じりに笑った。投打の二刀流については、日本でも大丈夫か、という声がある中でやれた。メジャーでも十分にできる力がある、と太鼓判を押した。金メダルを目指す2020年の東京五輪での日本代表入りにも、メジャー、にいる選手も含め、出てもらえるなら出てもらいたい、と期待した。野球教室では日本代表の立山義則投手コーチと社会人の日本通運のメンバーと102人の小学生に、指導を行い、みんながジャパンのユニフォームを着たい、と思ってくれれば嬉しい、と語った。